井上康輝が語る次戦 WBO アジアパシフィックスーパーライト級王者で井上尚也のいとこ井上康輝が2月22日に後楽園ホールで行われる OPBF 東洋太平洋 WBO アジアパシフィックスーパーライト級王座統一戦に臨む相手は井上のプロキャリアに唯一黒星をつけた永田大志。 2020年7月に日本同級タイトル戦で長谷7回負傷 TKO 負けを喫し、王座から陥落した井上は一度引退した。しかし2023年2月に現役復帰を果たすと、復帰1戦目を2回 TKO で勝利し、同年8月の WBO アジアパシフィック同級王座決定戦も10回 TKO で勝利。かつて自らが巻いていたベルトを再び手にした。 そして迎える長田との統一戦。昨年8月の試合での劇的な勝利も振り返ってもらいながら、長田戦への思いを聞いた。直哉の声は自然と耳に入ってくる。まずは前線、劇的な10回 TKO 勝利での大坂入りき、おめでとうございます。ありがとうございます。本当に必死でした。8回にダウン寸前まで追い込まれてからの逆転劇でしたね。そうですね。 一度引退する前の自分なら絶対に負けていたと思います復帰を決めてから気持ちの部分もそうですしボクシングに対する向き合い方や練習の仕方などいろんな面で成長できたおかげだと思いますマイナス10ラウンドにダウンを奪った右ボディからの右のショートフックが強烈でしたねダウンを奪った場面は相手が右ボディを警戒していて聞いているのもわかりました だから右ボディをもう一回打ったところで、同じような軌道で上にフックを打ったら当たるんじゃないか、と思ったら、ロンピシャで当たって倒れてくれた。ただ、それまではパンチが効いているかよくわからなくて、自分はパンチがないのかな、と思ったりもしました。でも、テレンス・クロフォード、現 WBA スーパー、WBC、WBO スーパー世界ウェルター級統一王者、だったら倒せるだろう。 フォードになったたつもりで戦いましたリングサイドでは井上尚弥選手、井上拓真選手も見守っていました。試合後、どんな声をかけられましたマジで負けるかと思った、と、笑全員が思ってたよ、と言っていましたね。試合中は、尚也選手も声をかけていましたね。尚也の声は高いからなのか、試合中もよく聞こえるんです。スパーリングででもそうですけど シンボ・ナオヤ・タクマ選手の父親・サンヤ・ナオヤの声は自分の中で聞かなきゃいけない声になっていて自然と耳に入ってくるんですよね